こんにちは、ポンポミユリです。というわけで今回は9月のお気に入りをやっていきたいと思います。今月はね、なんか本当にいろいろ周りのことが変わったりだとか、あと自分自身でもなんかちょっとここを変えようみたいなことがあったりして、まあ、デパコスをね、自分で改めて買ってみたりだったりとか、まあ、そういうことをしてて、なかなか新しいことをねたくさん始められた月だったかなと思います。はい、というわけでね、一つ目はこちらです。ポール&ジョーのチークです。何番かな、確か002番だったかな。ちょっとこの紹介はこちらの動画こっちをチェックしていただければ詳しく見れるかなと思いますので、まあ興味ある方はそちらをご覧ください。というわけでこんな感じでちょっとなんだろう、ローズっぽい色なんですけど、今つけてるんですけど、結構本当になんかチークって私いつも濃くつけてるつもりでもなんか薄くついてたりとか、なんか客観的に見るとすごく薄いっていう感じが多くて、チーク濃くのせるっていうのがね、まあ苦手だったんですけども、これはなんかしっかり発色してくれるし、なんかこんな感じでカメラ越しでもちゃんと発色してるので、すごいいいなと思います。結構お気に入りですね。はい、2つ目のコスメはこちらです。ラブライナーのブラウンです。はい、こんな感じで結構、まあ、ちょっと濃いめのブラウンなんですけども、私これを使う前まではブラックを使ってたんですけども、それだとねちょっとなんか、まあ、物自体も違ったっていうのもそうなんですけども、すぐにじんじゃったりとか、なんかあんまりなんて言うんだろうあんまり好きじゃなかったんですけども、こちらのラブライナーのブラウンはにじんでもなんか、てかそもそもあんまりにじまなくなった気がします。私ね結構笑うとすぐ涙が出るタイプの人で、なんかヘラヘラするのがすごい癖で、なんかずっとヘラヘラしてるんですけども、その時とかなんか初対面の人とかあんまり慣れてない人とかと会うと、なんかずっとヘラヘラしてて、でしまいには目のとこからなんか涙がにじむみたいな感じだったんですけども、これを使い始めてからはそれがあんまり気にならなくなったなと思って、今これがねすごく好きです。はい、次はこちらです。メディアのグラリカラーアイシャドウ VR の01番です。こちらはもうなんか私東京に行く機会がまああるんですけども、その時にいつもねアイシャドウはこちらを持ってくんですね。このブラウンがまあ何色か入ってるものを持ってくんですけども、こちらを忘れてしまって、あ、やばいと思って、で最近二重幅をちょっと広めにとって、その二重幅のところにちょっと濃いめの茶色を全部のせることによってすごく目がでかく見えるって私は思ったので、それをやってるんですけども、これを忘れちゃったんで、すっごいなんか幅広の二重になんか合ってない感じになってしまったので、急遽急いでコンビニでこちらのブラウンのアイシャドウを買いました。こっちの色の方がなんかこう明るみがあって、なんだろう、温かい感じがして、こっちの方がなんか自然にメイクできたなって思ったので、ちょっとこれ結構いいなと思ってお気に入りです。はい、で次はこちらです。ファンミをやらせていただいたんですけども、結構人も集まってくれて、もうすごいありがとうございました。差し入れとかもね、まだ、事務所に1回預けてもらってて、でそれからいろいろチェックしてから届けてもらうっていうシステムなんですけども、まだね差し入れとかまだよくは見てないんですけど、当日すごい楽しかったなって思って、これはね、来てくれた方全員にステッカーを渡すっていうことでステッカーを作らせていただいたんですけども、こんな感じで私は猫のキャラクターにしてもらいました。はい、で次はこちらです。エンジェルカラーのデイリーズワンデーの使い捨てコンタクトなんですけども、名前がスポットライトグレーのグレーのカラコンになります。はい、こんな感じなんですけども、グレーのカラコンをね私買ったことがあんまりなくて、今回が多分初か2個目くらいかなと思います。でグレーのカラコンが欲しいってツイッターで言ってたと思うんですけども、それはその髪の毛をねちょっと派手髪、ちょっと明るい赤にしようかなと思ってたので、それに合うカラコンとかグレーのカラコンが合うんじゃないかなと思って探してたんですけども、これがね割と、はい、こんな感じで、まあ、ちょっときつい印象にはなるのかなと思うんですけども、結構自然なグレーっていう感じで私は結構好きですね。でね、カラコンはね今月はすっごいたくさん買ってて、なんて言うんだろうな、私こういうカラコンは月始めにバッていってこの1ヶ月分を全部買って、でそこからこの気に入ったものを見つけ
るみたいな感じをずっとやってるんですけども、まあ今回はグレーをね何種類 3,4 種類多分買ってて、今使ってみたのがこのメディアの、このメディアじゃないこのエンジェルカラーのスポットライトグレーしか使ってないんですけども、お気に入りのものってよく使うから付け始めの方になくなっちゃったりとかして、そうなるとなんかだんだんね少なく量が少なくなってくるので、買い直すっていうよりはそのこれを使うのを我慢して、例えばお気に入りのカラコンがあったら気合を入れる日しか使わないっていう感じに使ってたんですけども、うん、なのであのカラコン紹介とかするときにそのお気に入りのものをつけてないっていうことがね発生するんですけども、うん、今回はね結構買ったばっかりだったのでこちらをちゃんとつけております。はい、次はこちらです。セブンイレブンのしっとり食感の厚切りバームクーヘンですこれバームクーヘンすごい食べたいなって思う日があって、で一回買ってみて食べたんですけども、本当に美味しくて、なんかこのしっとりした感じとかが、まあ、ちょっと高いんですけど200、300円くらいかなだったんですけど、全然それ払えるくらい美味しい感じだったので、私はこれを最近よく食べてました。はい、で次最後ですね、こちらです。エクストラオーディナリーオイルです。これはね、ロレアルのものなんですけども、確かこれ結構前のビューティー交流会でもらった気がするんですけども、これね匂いはちょっと甘すぎて、うわーこういう感じの匂いかって思ったんですけど、サラサラの具合がすっごい違くて他のものとこれやばいなと思って、多分これサロン販売とかじゃなくて普通に薬局とかで買えたんじゃないかなって確か思うんですけども、匂いはねちょっと私は苦手だったんですけども、サラサラの具合が本当にドライヤーした時点で全然違って、なんかしっとりサラサラふわふわになるみたいな髪の毛がだったので、これをねちょっと使いたいなと思っていましたそう、これをね使い始めたのが 2,3 日前とかなんで、あんまり9月ずっと使ってましたとは言えないんですけども、匂いをね差し引けば本当に優秀だなと思ったので、こちらを9月のお気に入りに入れたいと思います。はい、こんな感じで私の9月のお気に入りはこんな感じです。カラコンだったりとかメイク用品とか食べ物とかもね紹介して結構たくさんあったなっていう感じなんですけども、まあぜひ何か気になるものがあればチェックしてみてください。というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。